こんにちは。ホンダ契約インストラクターの林と申します。よろしくお願いします。はい、電動車とエンジンの違いはまず音がしないということが大きな違いかと思います。エンジンをかけると同じようにこの電動車をスイッチを入れますとかかってるような かけたつもりがかかっていない。通常のエンジンと同じようにかけてみます。エンジンのバイクでしたらこの段階でエンジン音がするんですが、今これすぐに走れる状態ではあるんですが全く音がしません。ですので、ここでいきなり乗らない状態でアクセルを開けてしまうと前に走ってしまうという危険性があるかと思います。ですので、必ず、まずスタンドを外してですね、自分が乗った状態でしっかり、ブレーキを握ってスイッチをオンするということが大事。それでレディというランプがついたことを確認した上でゆっくりとアクセルを開けていく。この時にもエンジンの音がしないものですから、どのくらい開ければいいのかという感じがなかなかつかみづらいかと思います。ですがここをゆっくりとかけることによって、通常のバイクと同じように走れるかと思います。はい、大きくこれだけこんなに違うんだっていうほどの差はないとは思いますが、まず先ほど言いましたようにエンジンの音がしないということがあると思います。これによって音を聴覚によって感じる感覚がないものですから、開けた時のアクセルを開けた時のその体感、これだけに頼ってしまうかと思います。エンジンはやっぱり開けた時にゆっくりと音がブーッと大きくなっていますが、電動車は音がしませんもので一気に開けてしまいたくなるところがあると思います。そこはしっかりと押さえてですね、ゆっくり開けることで、体が加速感を体感しながら調整をしていく。音を聞いての調整ができないものですから、体の体感で調整をしていくということが大事かと思います。であとは力がエンジンと違いまして、一度に、グッと出ますので、そこが大きな違いだと思います。ですがこのバイクに関してはさほどそんなに大きく荒々しいというところはなく、逆に乗りやすいというところがあると思いますので、最初に申し上げた通りゆっくりアクセルを開けることによって、今までのエンジンのバイクとさほど変わりなく乗れる。でまた電動車の違いはこのスムーズさが非常にありますので、気持ちよく乗れるかなというふうに思います。正しく乗れば楽しい乗り物かと思います。皆さん、オートバイを楽しく安全に乗って、楽しいバイクライフを過ごしてください。